はい、今回はガーシーの一回も国会に来ないというところに対してのまた一つのね、考え方なんですけども、元日本テレビ官邸キャップで現在は政治ジャーナリストの青山和彦氏が4日の放送で、こういうふうな発言をされています。皆さん、国会議員何に給料もらってると思いますか？普通に通ったから以外にないんですよ。選挙に通ったら4200万円ぐらい毎年もらえるんですよ。国会で何をしたかは関係ないんです。何をしてもしていなくても関係ないということですよね。で、前提としてですね、国会に来ないっていうのは目立つだけまだマシだと、仕事をしてない議員がたくさんいるということなんですけども、ガーシーはそもそも国会議員になったら日本からではなくて海外から、安全なところからね、比較的安全なところから日本の政界、芸能界、放送界の闇を暴くというね、まさに立花隆さんと同じ考えのもと当選してるわけですよ。そのガーシーさんを当選させた国民っていうのが28万8000人いたわけですよね。つまり28万8000人はもっと秘密をばらしてくれと、隠されてる情報を出してくれというふうに願ってるんですよね。逆に言うとね、ほとんどの日本国民は秘密は秘密のままでいいよっていうふうに、もうすでに思考回路飛んじゃってるんですよね。いろんな隠し事を一部の権力者、官僚だけでして、私たちは何も知らないまま暮らされてる。例えばね、税金が財源ではないってことすら私たちはずっと騙されてきたわけですよ。日本は借金大国だ。一人当たり1000万円の借金が生まれた時から発生してるんだとね。国債未来返さないといけない。国民の借金です。全部これ嘘じゃないですか。ちゃんと順を追って考えれば、国債ってのは通貨発行の証であり、国民にどのぐらいお金が供給されたかっていう記録なんですよね。じゃあ国債を1000兆円全部償還するためには、国民から取り上げてプラマイゼロにしなくちゃいけない。民間はどうなるかっていうと、全員一文なしですよ。だから国債は償還することが望まれていないんですよね。まあ、そういったこともありますけども、とにかく秘密を暴こうとする。例えばね、一般会計と特別会計というのがあります。特別会計の闇を暴こうとした石井浩樹さんは暗殺されました。そしてプチエンジェル事件、こちらを追うジャーナリストも口封じされました。死んでしまいましたね。北朝鮮問題もそうですよ。どうなってるんですか一体。こういうふうな国民の知る権利を取り戻そうとしている NHK とガーシー、こういった人をなぜね、ここまで糾弾するのか。それは暴かれたらやばいという大半の人がそういうエネルギーを働かせているからでしょうね。元財務官僚の経済学者高橋洋一氏は、国会議員で働いているのは2割ぐらい、あとは何もしてないと証言。本当その通りだと思います。一生懸命国会議員が働いていたら、私たちの暮らしはここまで追い込まれておりません。ガーシーに期待したいと思います。